それでは過去問の問い19番から27番まで解いていきましょう。製造販売業者 A はバランススコアカードの考え方を用いて戦略テーマを設定した。業務プロセスの視点に基づく戦略テーマとして最も適切なものはどれか。バランススコアカードとは企業の業績を財務、顧客、業務プロセス、学習と成長の4つの視点から評価する手法のことです。財務は売上や利益などの指標、顧客は新規顧客数やリピート顧客数などの指標、業務プロセスは品質の向上、納期の短縮、コストの低減などの指標、学習と成長は個人の能力開発や人材、従業員の数などの最適化の観点などが該当します。今回の問題ではこのうち業務プロセスに基づく戦略テーマを探るとなるため、答えは選択肢の A、 部品の共有化比率の向上、こちらが正解となります。問い2、あるデータを表現するために1個のジャンコードか1個のQR コードのどちらかの利用を検討する。表現できる最大のデータ量の大きい方を採用する場合、検討結果として最も適切なものはどれか。まずジャンコードと QR コードの違いを見ていきましょう。ジャンコードの方はこのような形でコンビニでお買い物をする時などに見たこともある方の多いこういったタイプのバーコードのことになります。最大で13桁までの数字を識別できる技術がこちらのジャンコードとなります。続いて QR コードはこのような見た目の内容になります。こちらは数字だけではなく英語や日本語などの多言語データを格納することもできるため、 URL などを QR で読み込んでブラウザで開くといったこともできるかなと思います。そのため今回の回答は選択肢 E、 QR コードを採用した方が表現できる最大データ量は大きくできるため、こちらが正解となります。問い21、政府が定める人間中心の AI 社会原則では3つの価値を理念として尊重し、その実現を追求する社会を構築していくべきとしている。実現を追求していくべき社会の姿だけを全て挙げたものはどれか。人間中心の AI 社会原則では人間の尊厳、多様性、包摂性、持続可能性のこの3つの価値を理念として置いている内容となります。3つの価値と合わせて他にも7つの要項がこのような形で挙げられているので、知らなかったという方はある程度内容を把握しておきましょう。こちらにある内容を見ていくと、項目 A、 持続性のある社会、 B、 多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会、そして人間の尊厳が尊重される社会、 A、B、D の記載が正しいので選択肢 E、 こちらが正解となります。問い22、 SCM システムを構築する目的はどれか。 SCM とはサプライチェーンマネジメントの略となります。サプライチェーンマネジメントとは生産者から消費者までの業界の流れを統合的に管理し、その効率を大幅に向上させる経営手法のこととなります。供給がサプライ、その流れが鎖のようにつながっている様子がチェーン、それらをマネジメントするということでサプライチェーンマネジメントと言われています。選択肢を順番に見ていきましょう。選択肢 A、 企業の持っている現在の強み弱みを評価し、その弱みを補完するためにどの企業と提携すればよいかを決定する。こちらは SCM とは関係ないため選択肢 A は×です。選択肢 E、 商品の生産から消費に関係する部門や企業の間で商品の生産、在庫、販売などの情報を相互に共有して管理することによって商品の流通在庫の削減や顧客満足の向上を図る。こちらがまさに SCM の解説として正しいので E が丸です。選択肢 U、 顧客に提供する価値が調達、開発、製造、販売、サービスといった一連の企業の活動のどこで生み出されているのかを明確にする。この部分、調達、開発、製造、販売、サービスといったこの部分に着目するとバリューチェーン分析の解説であることがわかります。そのため選択肢 U は×となります。選択肢 A、多種類の製品を生産及び販売している企業が利益を最大化するために最も効率的、効果的となる製品の製造販売の組み合わせを決定する。
こちらも SCM の説明とは合わないため×となります。問い23、オプトアウトに関する記述として最も適切なものはどれか。オプトアウトという用語は特電法、特定電子メール保護法に関する用語となります。インターネット環境を良好に保つために迷惑メールやチェーンメールなどを規制する法律です。チェーンメールだけではなく、企業の販売促進を伴う広告メール、いわゆるメルマガといったものは、顧客の許諾なしに配信することが禁止されています。この時に販売促進メールを送ってもいいか、許諾を得ることをオプトインといって、企業から反則メールが送られてこないようメール配信をしないでくださいねと意思表示をすることをオプトアウトと言います。この時のオプトアウトについて今回の問題では問われているので、選択肢を見ていきましょう。選択肢 A、 新機能を紹介するメールを配信した。オプトアウトは反則に関するメール配信をしないでくださいという内容なので、こちらは×となります。選択肢 E、住宅地図の利用者が地図上の自宅の位置に自分の名前が掲載されているのを見つけたので、住宅地図の作成業者に連絡して掲載を中止させた。こちらはまさにオプトアウトの説明なので丸となります。選択肢 E、 通信販売の利用者がウェブサイトで商品を購入するための操作を進めていたが、決済の手続きが面倒だったので画面を閉じて購入を中止した。こちらはシンプルにサイトから離脱したということになるので、選択肢 U は×となります。選択肢 A、 ドラッグストアの事業者が販売予測のために顧客データを分析する際に、氏名や住所などの情報をランダムな値に置き換え、顧客を特定できないようにした。こちらは個人情報の匿名化に関する解説なので、選択肢 A も×となります。問い24、教師あり学習の事例に関する記述として最も適切なものはどれか。ここで AI 機械学習ディープラーニングについて解説をします。 AI と言われているものは、機械学習やディープラーニングなどコンピューターが学習するモデルのことを総称した内容となります。このうち機械学習は、教師あり学習、教師なし学習、教科学習の3つに分類されるので、さらにこの違いをこのタイミングで知っておきましょう。まずは教師データあり学習とは、入力データと正解データがセットになったデータから適切な出力を得るルールを学習させる方法のことです。こちらの例に示されているような形で、身長と体重の説明変数から靴のサイズを予測するといった形の目的変数を求めていくようなモデルは教師データあり学習となります。続いて教師データなし学習についてです。こちらは正解データが与えられず、とにかく大量の入力データを与えて、そこから関係性を学習させるような方法です。例えばカメラや照明など機材ばっかり買っているような人は YouTuber だからこんな商品をおすすめするだったり、キャンプ用品をたくさん買っている人には焚き火に関するグッズをレコメンドするみたいなものは、あらかじめ人間が顧客のパターンを洗い出して学習させることということは学習させることは不可能になります。そのためとにかく大量のデータを与えて、例えば Amazon のおすすめ商品などのようなものは、教師データなし学習により顧客それぞれに合ったおすすめ商品がメールだったりサイト上に提案されるといった形になっています。こういったものは教師データなし学習の例となります。もう一つは教科学習です。こちらは与えられた環境の中でエージェントがどのような行動をすればいくらの報酬が最大化されるのかといった中で答えを導いていくパターンのものとなります。 AI で一時期有名となったアルファ号なんかはこの強化学習により作られていると言われています。それでは問題に戻って選択肢を見ていきましょう。選択肢 A、 医療品を販売するサイトで利用者が気に入った服の画像を送信すると、画像の特徴から利用者の好みを自動的に把握し、好みに合った商品を提案する。こちらは教師なし学習の説明になります。選択肢 A は×となります。選択肢 E、 気候、天候、積雪、風などの条件を与えて、あらかじめ準備しておいたルールベースのプログラムによってゲレンデの状態がスキーに適しているかを判断する。こちらはシンプルに人が与えたプログラムになります。あらかじめ準備しておいたルールというところがポイントになります。選択肢 A は×となります。選択肢 U、 麺類の山からアームを使って1人分を取り、容器に盛り付ける動作の訓練を繰り返したロボットが弁当の盛り付けを上手に行う。こちらは強化学習による内容となります。選択肢 U は×となります。選択肢 A、 録音された乳児の泣き声で、選択肢 A、
録音された乳児の泣き声と泣いている原因からなるデータを収集して入力することによって、乳児が泣いている原因を泣き声から推測する。こちらがまさに説明変数と目的変数を定義した内容になっているので、選択肢 A、 こちらが教師あり学習として正しい内容となります。 A から D のうち、業務プロセスの改善にあたり、業務プロセスを表記するために用いられる図表だけを全て挙げたものはどれか、選択肢をそれぞれ見ていきましょう。 DFD、 データフローダイアグラムとは、業務内容と参照データの流れを可視化した図のことです。システム開発の際、この図を使うことで、どの業務でどんなデータを参照する必要があるのかを整理することができます。 DFD は業務プロセスの改善にあたり活用できる図となるため、丸となります。 B、アクティビティーズ。アクティビティーズはまさに、問いの15でも紹介した内容になります。 UML のアクティビティーズでは、業務のフローを整理することなどに活用できます。 B は丸となります。 C、パレート図とは、データを項目ごとに分類して大きさ順に並べた棒グラフと折れ線グラフを組み合わせたグラフのことです。このような内容となっています。パレート図では、業務プロセスの改善をすることは少しかけ離れてしまうので、 C は×となります。 D、 レーダーチャート。複数のデータを一つのグラフに表示することにより、全体の傾向をつかむことに用いられるグラフとなります。こちらも数値を示す際には活用できますが、業務プロセスの改善には活用できないので×となります。正解は A と B になるので、選択肢 A が正解となります。問い26。自社が保有していない技術やノウハウを他社から短期間で保管するための手段として適切なものは誰か。選択肢 A、BPR。BPR とは、組織の業務プロセスを抜本的に再構築することで、コスト、品質、サービスなどを改善することです。まさに業務プロセス改善と一つ前の問題には適していますが、今回の問題文、自社が保有していないノウハウを保管する手段としては合っていないので、×となります。選択肢 E、アライアンス。アライアンスとは日本語で同盟を意味します。企業のビジネス分野では業務提携ということも多いです。まさにこのアライアンスとは、自社が保有していない技術やノウハウを他社から保管する、するにアセットを持っているところの企業から吸収するといった意味になるので、選択肢 E は丸となります。選択肢 U、 インキュベーション。インキュベーションとは英語で卵などが孵化するという意味になります。新たなビジネスを始めようとしている人や企業に対し、不足する資金を提供して、その成長を促進することを目的としています。選択肢 U は×となります。選択肢 A、ベンチマーキング。ベンチマーキングは、企業が他社の優れた事例を分析して一つの指標とすることです。他社のビジネスをパクるとなってしまうとアウトなことが多いですが、ベンチマーキングではあくまでも参考にする程度だと知っておきましょう。選択肢 A は×となります。最後、問い27番。個人情報保護法で定められた特に取扱い配慮が必要となる要配慮個人情報に該当するものはどれか。要配慮個人情報とは、個人への不当な差別偏見が生み出されないよう、取り扱いを特に注意する必要がある情報のことを意味します。こちらに書いてあるような内容は要配慮個人情報の具体例になるので、ぜひセットで知っておきましょう。こちらを参考にすると、学歴、国籍、資産額、これらは要配慮個人情報には該当せず、選択肢 A の信条が正解となります。こちらはどれもセンシティブな情報に見えるので、引っ掛け問題になりやすいですが、どういった内容が要配慮個人情報になるかは、社会人として顧客の情報を扱う際には必要な内容になるので、ぜひ覚えておきましょう。それでは今回の過去問解説は以上になります。